アダム・ピアースはアメリカ合衆国のプロレスラー。カリフォルニア州サンディエゴ出身。少年時代にはアメリカンフットボールや野球などのスポーツに明け暮れていたがコンパートメント症候群を患っていたこともあり、手術を受けたことにより激しい運動をすることができなくなってしまった。1995年、リハビリをしていた期間にプロレスのトレーナーであるソニー・ロジャースと ランディリッチに出会ったことから、プロレスラーになることを決意。1996年5月16日、地元の高校で開催された大会にて、プロレスラーデビューを果たす。以降、ウィスコンシニアミルウォーキーを拠点とするインディー団体を転戦。1997年には、アダム・オブ・ライエンのリングネームで WWF に参戦し、主にジョバーとして活動した。 プロレスの技術を向上させるために S スティールとダニードミニオンが主催するスティールドメイントレーニングセンターの一期生として入門。2000年には WCW へ入団する機会が訪れるも内容が2点3点していくうちにプロレスへの情熱を失い始めたと感じプロレスを休業することになった。2001年プロレスに復帰し PWG アアプエといったカリフォルニアを拠点するインディー団体を中心に活動。2004年、メキシコのスリムに参戦。2005年には新日本プロレスが、ロサンゼルスにて主催している新日本ロス道場へ、トレーニングに出向いていたことから来日する機会が、訪れ来日。公開トライアウトという名目で5月14日、ネクシスのダークマッチに出場して、ジョージ・カストロと対戦した。 同年7月、ローに参戦したことをきっかけにジムコルネットより、勧誘を受けて、定期参戦することになる。2006年にはコルネットより、コミッショナー代理として任命され、CZW との対抗戦に、ロー代表の一人として出場するなど活躍した。ローと、並行して NWA に加盟している団体へ参戦し、2007年6月より、ティネから NWA へと返還された。 NWA 世界ヘビー級王座争奪トーナメントであるリクレイミングザ・グローリーに出場。準決勝でブライアン・ダニエルソンに敗戦するもダニエルソンが負傷欠場することになったために代役として決勝に出場し9月にブレント・オルブライトと対戦して勝利。NWA 世界ヘビー級王者となった。オルブライトとはこの決勝戦での対決をきっかけに因縁が生まれ。 NWA 加盟団体やローで構想が展開された。以降、ローでは2010年よりブッカーとして活動し、NWA では2012年までに NWA 世界ヘビー級王座を5度獲得するなど活躍。2013年3月28日、ティネのガットチェックマッチに出場し、マグノと対戦して勝利するが、契約するまでに至らなかった。 2014年12月21日 CWH にてコルトカバナとの対戦を最後にレスラーとして引退を発表それまで特別トレーナーとして NXT で不定期勤務していたが常勤体制になるとみられる2019年あたりから RAW とスマックダウンの現場責任者に就任しているたびたびスキットに登場している NWA 世界ヘビー級王者時代ほか、アメリカのインディー団体を中心に多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。